ちょっと、ほぼ徹夜なんで、寝てましたけど、あれ、ピットで、ちょっと、宅急便の営業所から連絡があったんで、荷物取ってきて、またちょっと横になります。あら、よいしょっと。珍しい、ここ手段ですね。ちょっと先に取れるものを取って、まあちょうど、最初に、公開してある動画については、よいしょ、この後ですね、編集してことにはなってます。なります。ちょっと、したいと思います。波がちょっと高くなってきてますね。はい、那覇行きが入るいつもの風景です。だけどどうして今日はこんなに早く出て走ってんのかよくわからない。どうしたの、あれ、どこ行った、マロを、マロちゃん、カリカリを食べてますよね。ちょっと久しぶりにテーブルの上で、今他猫いないんで、タラちゃんいますけど、めったにないショットなんですけど、これ部屋に連れて帰ったからつってこれを食べるかっつったらそんなこともないと思うんですよね。トラちゃん、今スラにカエルをアップロードしているところです。非常に気持ちのいい日になりました。半日経って辛くなってきました。生き物と暮らすっていうのは美談にはなりません、ポエムにもなりません。厳しい現実と、向き合っていかないと、空に返すたびにそういうふうに思います。皆様のおかげで、この子たちを
腹いっぱい食べさせてケアをしてあげることができてます。本当に感謝しております。最初の、チャンネルを始めて最初の年の、保護した、まあ、子猫が残っているのはトラとテンちゃんだけです。トラちゃんはキャリアながら一回ちょっと最初の発症がありましたけど元気に過ごしてくれてます。最初に他から、受け入れた仲間から受け入れたのは、チュラとサンボ元気にしていますが、やはり保護した子たちがなかなか言わなかったりもしますね。トリッちゃん、何アンちゃんはさっき、キキのいない間にベッドに入れてあげてですね、嬉しそうでした。取らないでくれよ、これはよ。いや、取るよ。ここまで太郎ちゃんの響きが聞こえますよね。クキちゃんはあんまり上手だね。あ、ごめん、起こした。まるちゃんずっと寝てるね。よいしょっと、ぶっ、珍しいですよね。まあこの時間に出てくるのもあんまりないんですけど、てかですね、ここですね、突進してウリが、ウリとやっぱり仲いいんだな、この2人やな。いやいや、このここよりはこれが来ちゃうのでですね、あんまりこの辺り取れないんですよね。あ、いた、あれいた、まるここにいるんだね。ああ、ここはすごい茂った。ここは切らなきゃダメですね。ちょっとリーガー当てよう。いい位置してね。昨日の、今朝ですね、深夜ナビにしてあげてよかったです。この海見ながら空に帰りましたね。しばらくいなよね。
もう日差しは夏ですが、これから梅雨が来る予定ではあります。もしかしたら空梅雨かもですね。鹿児島行きの船になります。さあ今日もあと一踏ん張り、頑張ります。先島浜もですね、花の季節にはなりましたね。よいしょ、いろいろと取って歩く時間もなくなってですね、楽しみにされていた方には申し訳ないと思っていますけれど、余裕がないとダメですね。やっぱりロコちゃんのご飯の時間調整がなくなったんで、3時半にご飯を始められれば夏場はいいかなと思います。それでも4時には正確に食べさせてあげられるんで、まあ、今から準備します。よいしょと、よいしょ、おいで、焼けたよ。ちょっと冬にしてカリカリを食べるかどうかをちょっと見さ、準備終わりました。まず室内の形からですね、いきます。全部で20皿作りますね。なんでそんなことすんの、あんたたち姉妹はさ。姉妹も いるけどさ、あんたたちが一番なんかすごいよ、別格だよ。君たちはなんか本当にやめてちょうだいって。そこでやったらお父さん怪我をするのね、わかる？言ってることわかんないね。でもね、わかるのはいるんだよ、恐ろしいことに。食べる、どうぞ。本当にね、食べないね。でもなんか人が食べてるの食べてきますね。下カリカリ食べないな、これ本当にな。食べますね。僕のじゃないの。そう、ちょっとね、待ってて、後であげるよ。少しね。で、上に登ろうとしてぶちまけてますね。こんな感じ。はい、第2陣入れます。はい、おいで。今郵便局さん来ちゃったんですね。おいで。はい、エルモおいで。コージ、もう早くして、早く。熱い熱い。白田くんもおいで、ほら。グラムちゃんいいの出るの。はいはい、コージくん入って。はい、コージくん。はい。はい。白田くんもまだ食べてないよ。はいはい、おいで、おいで。ゴロさん出れませんよ。ゴロさんなんか。あえるもん、おいで。チコー。あ、来た。
ピコ、もう一回おいで、ポコおいで、ポコ。ポコ。あら、あ、キャラ出る？出るの？はい、おさん、どうぞ。よし。お腹空いてるか食べちゃう。はい、どうぞ。はい、飲む。はい、飲む。ブルモン、小次郎くん。よさく食べてないけどそのくらいね。はい、はい、白田くん。はい、どうぞ。よいしょ。で、はい、きょうちゃん。配り終わったね。OK やな。今日は前から。エルモが9月です。3歳、同じぐらいですね。多分3歳3歳ですね。キューちゃん、うっ、ノラ、ノラ降りてきた。じゃあ、だから違う、違うのね。なあ、なんだろう、また記憶が詰まってるね。またあったり前。こう見るまげてみました。多分食べます。落とすやつが多いよな。よしよしよし。はい、大丈夫。伊藤ちゃん、おいで。